ちは。いつもハンドチル YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、ハンドチルサーフのタイトです。あかねです。最近ですね、この前 YouTube 見てて、はい、YouTuber の方とかが朝のルーティンを多いね YouTube に載せてる人多くないですか。多い多い。朝のルーティンとかあったりします？朝のルーティンはとりあえず朝起きたらスピーカーをオンにして、あのこう炊く、もう絶対これはなんかそれで一日こう準備したみたいな感じかな。いいっすね、めっちゃ。うん、なんかそうですか。おしゃれ。あと多分私しかやらないかわかんないけど、家出る前は絶対左足から靴を履いて、はい、でそこで右から履い間違えて履いたら一回脱いでもう一回左から履き直して家を出る。変わってますね、なんかね、変わってるでしょ。多分あかりさんしかしないっすね。そうね、分かんないっす。多分もう不思議だと思う。自分もあるんですね。何何、まあ、いつも朝ごはん食べて、うん、出すもん出して行くみたいな感じなんですけど、うん、まあちょっと汚い話になっちゃうんで、うん、ちょっと商品紹介に行きましょうか。そうね。じゃあ早速行きましょう。はい、はい、行きましょう。じゃあこっち持ってください。今回紹介する商品こちらです。マスターキューバシャツ。はい、マスターキッサーごめんなさい。石橋さんすいません、本当に入りがね、力の、すいません。じゃあ早速商品説明していきます。どうぞ。はい、着てみました。自分着てるのがミントグリーンで、羽根さんがレッドですね。はい、で自分が身長が175cm でサイズは1を着用しています。シルエットはあかねさんは身長私は163なんですけど、ちょっと今日はブーツを履いているので170ぐらいあります。私はレッドを着てます。サイズも、タイトと同じ1を着てます。こんな感じです。じゃあ商品説明に入りますか。はい、でキューバシャツって、もともとキューバって高温多湿で結構熱いので、なんかさらっと着れるように素材を使ってます。でマスターキーの得意とするシルエットで、ちょっとゆったりと着れるようなシルエットになっています。で、ちょっといいですか。はい、で 襟なんですけど、これは解禁シャツになっているので爽やかな印象になります。ここがスッキリ見えるね。じゃあとポケットがスラッシュポケットって言って、ちょっと普通のポケットってこうなるんですけど、これちょっと斜めこうじゃない、まっすぐ、ね、まっすぐですね、まっすぐ平行になってるんですけど、これはちょっと斜め下に下がる感じのポケットになってます。あれさん、半端ねえ。そのままじゃ横見てもらって、はい、前と後ろで長さが違うのでまとまって見えます。ここに、まあ、5cm、7cm から、まあ、10cm ぐらいのスリットが入ってます。で、背中の部分にタックが入ってて、こう A ラインが入ってるので、すごく形は綺麗です。結構、マスターキーのこう得意な形というかシルエットで、前回の AW 秋冬のシャツも同じ形で、はい、石橋さんさすがだなみたいな。めちゃくちゃかっこいいシルエット。そうで。着た感じ結構いいですね、サラッとしてて。そうね、いいんで、ちょっと、はい、素材について話そう、はい、見せてで、見てもらうとちょっと分かると思うんですけど、ここの生地とここの生地で異なってて、こうやってちょっとパジャマみたいなラッセル生地を使ってて、すごく柔らかいです。で、こっちは刺繍の生地です。で、ちょっときなりの感じに、きなりによって言っちゃった。きなりのに、ミントグリーンのストライプが入ってます。で、刺繍の方は、金色の刺繍です。お金さん、レッド。はい、はい。赤は、もう、なんて言うんですかね、ちゃんとビビッドな赤ですね。
ハウスのボタンとここのボタンが一緒で、結構ボタンがめちゃくちゃ可愛くて、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう、ちょっとヴィンテージっぽい感じですごく可愛いです。あとは何を、マネキンね、うん、赤は特におすすめです。女性が着るとですね、まず前と後ろの長さが違うので、後ろは結構女性はコンプレックスがお尻が隠れてバッチリです、はい、あとはこう割と結構空いてるんですけれども、ちょっと奥の後ろに襟をずらすと抜け感といいますか、背中がちょっとうなじが見えてセクシーになります。今流行りますね、抜け感です。セクシーに見えますね。個人的にですけど、このシャツタックインしても可愛いかな。そうね、タックインしても可愛い。そこは後でスタイリングでいくつか紹介しようかなと思います、うん、はい、じゃあスタイリングどうぞ。はい、スタイリングしてみました。全身こんな感じです。結構シャツがオーバーサイズなのでゆったり着て、下はもともとこのパンツディッキーズの874のストレートのパンツなんですけれども、あのジップをつけてカスタムしてます。で、女性らしくちょっとフレアっぽく見せることができます。で、割とパンツはスッキリして、上はダボッと着れるんですけれども、夏暑い時でもこれは透け感があって通気性がすごくいいので、女性は結構汗とか気にするんですけど、もうベタつかないし肌触りがすごくいいので、すごく使い勝手がいい感じです。で、割とこうこの色味の赤がですね、結構はっきりした赤なので、合わせて赤で合わせてみました。で、うん、コンバースのローカットを、中にオーバーオールを着て、その上に羽織るスタイリングです。で、オーバーオールはカーキで、ここのミントと同色の色でまとめてみました。キューバシャツって結構あっちでは清掃として使われるんですけど、ちょっとオーバーオールでカジュアルに中和させてみました。デリバリーで、はい、ね、これがそう、めちゃくちゃ可愛い、可愛いですね。これからもまたいろいろアイテムが入ってくる、来るっすね。うん、来ます。入ってきますよね、はい、はい、楽しみですね。オンラインにも上がるので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、じゃあお送りしたのはアンチチルスタッフのタイツとアカネでした。また次回お会いしましょう。さよなら。